利用者の少ないバス路線でバスの代わりにタクシーを活用する新たな交通手段バタクスの実現に向けた実証実験が高松市で始まりました。バタクスは運賃や利便性の観点からバスとタクシーの間の役割を果たす新たな交通手段として検討されているもので、先端技術を使って住みやすい街を作る高松市のスーパーシティ構想の一環として進められています。実験の対象となるバス路線はみんなの病院と市役所の山田支所を結ぶ仏生山川島線で、この路線は利用者が少なく市が改善策を模索していました。バタクスの実現に向け今回は2種類の実証実験が行われます。1つ目は現在のバス路線で36人乗りのバスの代わりに8人乗りのジャンボタクシーを運行する実験。2つ目は乗降場所が仏生山川島線のエリア内であれば1回600円の定額で誰でもタクシーを利用できるというものです。2つ目のサービスを利用するには電話予約が必要で、乗降場所と時間が同じであれば4人まで乗り合わせることができます。市は2つの実証実験を通じて市民のニーズやビジネスモデルの課題を探り、近い将来での導入を目指したいとしています。利用が少ないからといってなくしてしまうというところはなかなか難しいものがあるかなというふうに考えています。今回の実証事業の中で課題を洗い出しながら、また業界の方とも協議をしながら、このサービスがより良いものになっていければいいなというふうにこちらとしては思っています。バタクスの実証実験は3月末まで行われる予定です。